ハロー竹明です。ということで、今回も屋台全部回っていこうシリーズ第何弾よ。もう結構やってるよな。もう結構やってますね、はい、もうこちら見てもらったら分かるんですけども、鶴橋商店街、鶴橋商店街っていうのがいわゆるなコリアンタウンなんや、まあ、だからそのなんて言ったらいい、屋台のキムチとかなんか韓国料理って何やろ、なんか結構いろんなのも売ってんねんな。うん、俺行ったことないねんけど。行ったことあんねんやったっけ。ある。ちらっと前寄ったことあんねん。一回見たことある。結構な種類あんねんな。そうなんや。まあ、あの全種類企画にねちょっとあの味しめてるというかもうやるときはもうとことんやろうということで、本日は鶴橋のコリアンタウンにて全種類食べきるまで帰れません、やっていきましょう。今まで結構ね動画で行ったりとかしてて、鶴橋ね、鶴橋今まで行ってるからネタが多かったよね。そう、でも中に入ったまでは食べたことないよね。まあ、ここが入り口、この中に入ったら屋台全種類食べるのスタートね。じゃあ今回、検証、ぶっちゃけどんぐらい何店舗あるのか全く分かってない。果たして一人で全て食べきることができるのか、早速中に入ってやっていきましょう。竹明ショー。今のところは屋台っていうよりかどっちかっていうとお服屋さんとかやね。あ、1個目見つけました、金剛商店さん。あ、そっか、地球グミとかもあれちゃう。ああ、確かに韓国発祥なんじゃん、地球グミある。そっか、屋台ってこういうのもあるのか。え、1店舗でキムチ1つ買って食ってたら致死量じゃないの、ね、え、どれ何買おう。キムチ、山芋。あ、山芋キムチうまそう。ああ、山芋キムチ。山芋欲しい。あと地球グミ。1個。1個。はい。1個なんぼするんですか。1個これは250円。1個250円。おお。おじさんからおじさんですもいますね。うわ、優しい。どうも。はい。おさむりだ。ということで、1店舗目キムチ。はい。これまあ食べましょうか。あ、こっからめっちゃ始まっていきそう。見て、海外来たみたいな。確かにすごいな。まずはありがとうございます。あ、そうなんや。誰、ちなみに誰見えてる。池君とは。絶対ついでやん。10分のついでやん。時期は俺にめっちゃタメ口使ってくるから。あ、そうなの。めちゃくちゃ年下やけど、ツイッターとかで LINE 送ってくるやんか、うん、めっちゃ敬語やん。2店舗目土井商店さん。これじゃあチヂミもらおうかな。何チヂミがあるんですか。甘鯛。甘鯛、タイのチヂミ。うん、すごい。じゃあこれで飲み物メニュー。メニュー、チャミスル。お料理を合わせてどうするつもりや。顔みたいですよ。え、顔みたい。男前。男前。あ、お姉さん、ここでこれ食べていいですか。あ、大丈夫。はい、許可いただきました。結構これ道の駅行きますわな。まあまああるな。だってこれ1店舗でこれきついよ。多いな。まあでも山芋、まあまだいけるか。個数にして7個ぐらい、6個ぐらい。山芋。これ山芋です。うん、切り方が。この山芋見せようか。もっと綺麗な山芋が。うちの山芋と。めちゃくちゃ綺麗やん、切り方。切り方も綺麗し、味も見てください。あ、じゃあさっきのとこから。うん、おいしい。じゃあ土井商店さんの。うん、なんか甘い。正直に、面見えるから。正直、うん、どっちも一緒。どっちも美味しい。甘だい。ありがとうございます。はい、というわけで貝のチヂミ。うわ、めっちゃ魚、めっちゃタイ、めっちゃ真ん中。おいしい。おいしい。チヂミだれつけてもうまいやろな。ああ、チヂミ特有の酸っぱい感じの。ああ、そういうのも残しつつって感じ。うん、コリアンタウンを堪能してるな。うん。あ、何。エアタッチだけしてます。なんて。エアタッチだけ。全然、エアタッチってことは触れへんってこと。え、触れちゃダメですよね。全然いいよ。いいですか。うん、イエーイ、ありがとう。頑張ってください。ありがとうね。お、次もう見つけたで。デパミ。いいね。ヤンニャムチキンとかいいんじゃない。ああ、激辛チキンもありますね。何食ってくん。あ、ヤンニャムの激辛もらっていいですか。あ、さあ、用意してもらってる間に楽園餅屋。すいません、いいですか。ほんとこ。ん、あ、何。あ、
欲しいです。あのホットコは売り切れちゃったです。あ、売り切れちゃったんや。はいはい、そっかそっか、どうもです。まあ売り切れてたみたいなんで、とりあえず激辛チキンもらいました。あれケジャン食いたい。ケジャン、あー確かに、なんか今ケジャンの文字見えたから次の店でケジャン食いたいな。えここ生きたタコ食えんじゃん。タコって書いてる。よう見えひん、なんかめっちゃ動いてるタコみたいな。はい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 、とりあえずこれ完食しよう。はい、多分本場の人の激辛ってマジレベチと思うで。いやちょっとヤバいと思うで、気付けなか。あ辛いわ。あもう、うん、重い。コクのある辛さ、痛いとかじゃなくて、あ辛いわみたいな。あ辛っ、マジで辛いこれ。うまっ、辛っ。はい、じゃあさっき見えてたこの店、何買おうかな。踊る食いってあります？踊る食いってやってないんですけど、カンジャンケジャンは？カンジャンも今日ちょっと売り切れちゃったんですけど。あらまあ、キンパ、じゃあキンパ1本、1本はい、キンパ、初キンパ、あれか、韓国風巻物みたいな。うん、うん、ごま油かな。あめっちゃうまい。ここも爽やかにください。爽やかにのキムチなんかすごいな。どうも、じゃあいただきます。爽やかにやって、もう爽やかにかどうかも分かれへん。いただきます。あ、おつまみとかに良さそうかも。お酒とかそれこそチャミスーとか飲んだ後にいいんじゃない。あ、そういえば兄ってプロ野球選手好きやんな。プロ野球選手好きやん。坂本勇人選手なんかね、いろいろ問題あったやんな。おー、流出したやんな。でさ、一個聞いて面白いなと思ったのがさ、その界隈の女の子と、まあ、話したりすることとかあるやんか、はい、あの野球選手とサッカー選手から DM めちゃくちゃ来るっつってた。めちゃくちゃ来るっつってた。これ多分ちょっとインフルエンサー女子あるあるかもしれへん。 2,3 万人のスポーツ選手からめちゃくちゃ DM 来るっていう、もうあり余ってんねやろな。そのなんかこう普段のスポーツみたいな、なんかこうそういう体力みたいなものがさ、逆に俺送ったことないわ自分から。あ、そうなんですか。送ったこと一回もない。やめてない、流出されんの。その時はごめんとしか言いようがない。おはま、はい、のり巻き半島というお店にやってきました。まあベタなチヂミもらおうか、普通の味の。すいません、チヂミもらっていいですか。チヂミを。あ、そうです、いつもファンです。いつもファンです、ありがとうございます。よく見てるので言葉出てきてないありがとうね。はい、どうもありがとうございます。イエーイ、350円。うん、助けてたらここになんかタイムあったらよかったけどな。まあな、めっちゃ笑うやん。うん、俺の知ってるチヂミ。ああ、俺が高校の時にやってたチヂミ、文化祭で出た。うん、もくもく、ほんと。うん、さあここの店食べていいですか、購入して。あ、これケジャンじゃないの。初ケジャン、これ一つください。はい、持ち帰り、持ち帰り、中で召し上がる。あ、人数か中で食おうか。まあ、で屋台とは言いつつ、まあ別に中で食ってもいいやろ。まあまあまあ、まあ、中で、中で、はい、はい、どうぞ2階へ上がってください。はーい、どうぞ。どうも、はい、おいっしゃ。はい、ありがとうございます。はい、初ケジャン。え、刺身なの？ケジャンって生のワタリガニを塩、タレで漬けて熟成させた。いただきます。もう、うん、カニ、うまい。うん、いける。
でもやっぱうまいから無言になってまうわ、つい。何あるある。でも最近みんなめっちゃ韓国行ってるやんな。友達のインスタとか見たらめっちゃもう韓国ナウみたいな感じのさ、よく見るからさ、普通に行ってみたいなと思うんだけどな、韓国な。え、何がいい韓国行ったら。食べ物とかってことなんか。いや、美容とかで行く方とかも多いんか。いや、俺もなんか美容系したい。美容系何できるやろ、韓国行ったら。何があるんだろう。美容系、くっきり二重とか。これ絶対くっきり二重似合わんからな。たまに動画でやってるやん。手つかずに二重にできるよ。ちょっと行くよ。これが普段の目ね。なんかブサイクじゃん。今のいい感じ。なんかちょっと嫌じゃない。なんか嫌やな、やっぱな。韓国行って二重整形はやめとこう。ごちそうさま。うまかった、普通にね。あともう、あ、言うてる間じゃない。あっこで終わりじゃない、多分。あっこに鶴橋商店街って最後、うわもう光飛んで見えへんけど、あっこで終わりなんよ。あともうちょっとって言ってたら目の前にまた出てきました。はい、どうも。食ったことないやつがいいな。それ何、チャーシュー、蒸し豚、やらかい蒸し豚、蒸し豚、はい、あ、じゃあこの蒸し豚お母さんください。どのくらい、どのくらい、一玉。いや、あの今食べ歩きするから、うん、もう本当に一口ぐらいで。一口スライスした500円分、はい、あれです、はい、大丈夫です、はい、すごくるくるやん。千と千尋の神隠しのお父さんが食ってるようなやつやん。あ、別のところ持ってくるんや。あ、夢壊れた。はい、どうもです。わ、言ってたらここ向かいにも店が。え、エビある。エビ1本もらっていいですか。すぐ食べる。すぐ食べます。切って入れます。あ、ありがとうございます。これは何て言うんですか。これ、ヤンニョムセヨ。ヤンニョムセヨ。ヤンニョムセヨ。へぇ、エビがじゃあセヨって言うんや。これテンション上がるわ。俺だって多分エビが一番好きかもしれん。まあそうやな。ここタコもあるよ。え、タコもあるんの、はい、季節外れじゃないの、はい、さっき別の店行ったらなんか季節もう今終わったんですけど、うちはたまに入ってくるんです。すごっ。男前。あ、どうも、ありがとうございます。ごま油と塩。へえ、あー、確かにキムチと合いそう。ありがとうございます。エビは食うぞ。基本的に一つ言えることはさ、割と値段するよな。まあまあするよね。でむしろ安いイメージあるやん、こういうとこって。うん、何個で300円みたいなさ、海外のあれっていうの。そう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 。これもエビ1本900円かな。そんなしたんですか。はい、どう、うまっ。うまいな、めっちゃ。本当に海鮮好きやけど、ああ辛い。海鮮好きやけど、その韓国バージョン。さあ、もうあと残りわずかです。ここ多分寄ってないな、まだ。まだですね。一番のおすすめください。一番のおすすめ。Yes。お兄さん、ちなみにお兄さん何が好きなの？海鮮が好きかな。海鮮。売り切れちゃったの。ニラチヂミ関係あれへん。関係ある？じゃあニラチヌミで食べ歩き。うん、ぬくめたらよか。あー、じゃあぬくめてください。わざわざ温めてくれるみたい。ニラチヌミ350円、ここは安いぞ。安い。さあ、用意してもらってる間にもう一ついきます。あ、いいですか、まだ間に合います。 OK。 なんか食べ歩きできるもんってあります。食べ歩きできるもん。あ、キムチ系か。チヂミ、チヂミ。あ、あー、トマトの、何それ、キムチトマト。あ、じゃあこれもらいます。すごい珍しい、大成フーズさんで、はい、トマトのキムチいただきました。チヂミとトマトキムチ。見て、鶴橋商店街。多分ガス。ここ踏んでるってことやね。食べきったらってことやね。そうやね。お手前で食べきろう。あ、もう鶴橋駅まで行ったら。結構行ったね。いやー、堪能したぜ。いただきます。やっぱ焼きたてめっちゃうまいわ。あ、全然多かったからさ。うん、絶対にトマトキムチと混ぜたらうまいなと思って。あ、出しました。韓国料理と韓国料理混ぜたら甘くない？トマトの甘みすごい。あ、かれこれ3時間ぐらい撮影してんじゃん。いや、これ屋台シリーズさ、いいやと思って見つけていったやんか、今回コリアンタウンでさ。うん、次どこあるやろな。
屋台行くってなったら、どこなんやろな。結構行ったよな。季節もんやしな、祭りとかもな。あ、まあ京都とかで食べ歩きしたけどな。あ、確かに着物着たりとかしてな。いいな。大阪ってそもそもめっちゃいいとこやな、うん、奈良隣ある、神戸隣ある、温泉地すぐ行ける、京都もすぐ横みたいな。大阪観光大使目指そうかな、こんだけおるから。これで全店舗達成なのかな。そうです。だから今回鶴橋の全店舗果たして達成できるのかどうか。達成できました、ありがとうございます。見てください皆さん、達成した方々が続々と外に出ていく。いやいや、この人がやってないよな。さあ、こちらの門をくぐります。イエーイイエーイ、達成しました。長かった。何店舗もあったやろ。ちなみに店舗数と、値段はこれだけいきました。というわけで皆さん、コリアンタウン初めて行ったけどすげえいい場所だったんで、まあもしよかったらこの動画がいいと思ったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。お、はい、地球組くん忘れてた。